はい、キッズです。今回は修復ブラシを使って不要なものを消す方法を解説します。スタンプで描画ツールも似たようなツールですが、修復ブラシは修復する部分になじませながら消せるので、修復ブラシを使ってコーヒーカップを消します。無料素材をダウンロードして一緒にやってみましょう。ダウンロードしたコーヒーカップの写真をGIMPに読み込みます。このコーヒーカップを消すためには、背景のこちらの板張りの部分を複製して消していくスタイルです。このように板のラインがあると、消した時にラインがずれた時におかしいので、このラインをきれいに揃えることがコツです。このラインの部分を起点に始めれば簡単ですので、ぜひやってみましょう。それでは修復ブラシを選択します。ブラシのサイズをまずツールオプションで決めます。そうですね、このコーヒーカップも1回で消すのではなくて半分消します。左半分はこちらの板張りを複製、右半分は右側の板張りを複製してなじませながら消していきます。ブラシのサイズはこの程度、あまり大きすぎずこのぐらいのサイズがいいかもしれないですね、はい、ブラシのスタイルはこの左から2番目の縁がボケたスタイルを選びます。この写真に直接ブラシツールで消していくのではなくて、新しいレイヤーを使いましょう。新しいレイヤーを画像に追加します。OK。まず最初は必ずブラシツールで複製する写真を選択します。まずこちらのコーヒーカップの写真を選択しておきます。そうして、このライン上を起点にしたいので、このライン上の上をコントロールキーを押しながらクリックします。そうするとこのように輪っかが固定されます。はい。では修復ブラシで複製するレイヤーは新しく追加したこちらのレイヤーですので、こちらの新しく追加したレイヤーを選択します。今こちらのラインを起点にしたかったので、このコーヒーカップのこの一番左側の端でこのライン上をクリックします。クリックした時にこのラインがずれてないようにちょうど直線になるところを何度かクリックしながら直線になるように決めます。決めたらそのままクリックしたままカーソルを動かしていきます。はい、このライン上が起点になっているので、ただあとはもうこのようになぞるだけで複製されていきます。とりあえずコーヒーカップの中心で止めます。今度は右半分は右側の板張りを複製したいと思います。もう一度元の写真のコーヒーカップのレイヤーを選択します。はい、今度は右側のこのライン上をコントロールキーを押しながらクリックします。ここで輪っかが固定されました。はい、では修復ブラシで修正するのは新しいレイヤーを選択します。必ずレイヤーは作業する時のレイヤーを選択してください。はい。また、このライン上のコーヒーカップのギリギリ右側、ここですね。一度クリックします。ちょっとずれてるなと思ったら若干マウスを動かしてもう一度クリックします。ここが一番大切ですので、はい、大体このぐらいかな。ラインがだいたい直線になったら、そのままクリックしたままカーソルを動かしていきます。はい。こんな感じですね。はい。若干残ってますが、この作業を繰り返していきます。もう一度、このあたりでクリックして、こうですね。なじませるために
もう一度左側の板でもう少しなじませてみたいと思います。もう一度元の写真のコーヒーカップの写真を選択します。そうしてライン上をコントロールキーをしながらクリックします。新しいレイヤーに切り替えてラインを一度クリックします。ここでラインが曲がらないようになるべく調整します。そうしてなじませていきます。こんな感じでしょうか。どうでしょう。コーヒーカップが消えました。こちらの元の写真を非表示にしてみましょう。こんな感じです。左側の板張りと右側の板張りが複製されている状態がレイヤーで乗っかっているだけなんですね。はい、このようにコーヒーカップがきれいに消えました。非常に簡単です。ポイントはこの板張りのラインに揃えるというのがポイントです。今のやり方で簡単にコーヒーカップを若干右側にずらすこともできます。やってみましょう。新しいレイヤーを追加します。もう一度元のコーヒーカップの写真レイヤーを選択して修復ブラシを選択します。ツールオプションの設定は先ほどと同じで、またここですね、このあたりのラインに揃えてコントロールキーを押しながらクリックします。輪っかが固定されました。新しく追加したレイヤーを選択して、またこのライン上を一度クリックします。ラインがずれてなければこのままコーヒーを消していきます。ずーっとそのまま消していきます。気にせず消していきます。はい。消していくと元のコーヒーがこのようにどうでしょう。コーヒーカップが移動しました。こんな感じですね。今の修復ブラシで複製した部分はこんな感じです。コーヒーカップを消した時にはこちらですね。簡単に修復ブラシで消したり修正することができます。ではついでにこの板のこの節の部分を消してみたいと思います。これも修復ブラシで簡単にできます。このような時にはブラシサイズをちょっと小さめにしてちょっと見やすいように拡大しましょう。はい、修復ブラシでこの程度にして、このあたりの木の板をここに複製したいと思います。新しいレイヤーを追加しましょう。新しいレイヤーを追加して、こちらで硬さと強さはかなり弱くしましょう。このようなのを消すときにはなるべく硬さと強さを弱くして、何度もこすりながら消していくスタイルがいいと思います。こんな感じですね。もう少しちょっと場所を変えてみようかな。このあたりがいいかもしれないですね。このあたりをコントロールキーをしながらクリックします。はい、レイヤーを切り替えてこんな感じですね。どうでしょう。はい、元はこれです。これを今のような感じで消しました。なるべくなじませたい場合には、この硬さと強さ、これをなるべく低くしてください。なるべく低くすることによって、なじませることができますので、はい。こんな感じです。簡単にコーヒーカップを消すことができました。初心者でも簡単ですので、ぜひ挑戦してみてください。
参考になりましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた。